どうもこんにちは、ランニング好き整体師藤村です。本日はふくらはぎがよくつってしまうあなたに、ふくらはぎを二度とつらなくする方法というのをご紹介させていただきます。で、おそらくですね、ふくらはぎがよくつってしまうあなたはいろんなケアをされてきたと思うんですが、それでも改善していないというのはケアしている場所が間違っています。巷にあるセルフケアだったりっていうのは、ふくらはぎのあくまで表面の筋肉しかケアできてないです。で、実はですね、ふくらはぎがつってしまう原因というのは、ふくらはぎの最も深いところに位置する、後脛骨筋とか長縮筋っていう筋肉ですね、が実はふくらはぎのつりに関わっています。本日はそのふくらはぎの中でも最も深いところの筋肉のケアの方法を皆さんにご紹介させていただきます。はい、ではですね、まずケアしたい方の足を反対のももの上に乗せていただきます。そしたら両方の親指でですね、すねの骨の内側から裏側ですね、裏側に両方の親指をめり込ませるように、ぐーっとすねの骨の裏を押すように両方の親指をめり込ませていきます。で、このように押していくと痛いところがあると思います。で、後脛骨筋長縮筋という筋肉はすねの骨の高い位置からビターっとくっついて、内くるぶしの上までついている筋肉になるので、すねの骨の上から順々に押していって、痛いところがあったらそのまま両方の親指でグッとすねの骨の裏側を押したまま足首をパタパタさせます。で、パタパタさせる時のポイントとしては、このつま先をしっかり倒す方ですね、倒す方を意識して10回15回パタパタさせてみてください。で、10回15回終わったらですね、今度は両方の親指をまた足首の方に指1本分ずらしていただいて押します。痛ければ同じようにパタパタ10回15回していきます。もし痛くなければもう飛ばして、また指1本分足首の近い方にずらしていただいて押します。で、これを繰り返し行っていきます。すねの高い位置から内くるぶしの上まで全部順番に押していって、痛いところは押したまま15回パタパタ、痛くなければ飛ばしていただくという形でケアしていただく、これがふくらはぎの最も深いところをケアする方法になります。はい、以上がふくらはぎを二度とつらなくするケアの方法になります。もしふくらはぎがよくつってしまう方は、こちらのケアをしっかりやっていただくことによって、このすねの骨の裏側の押した時の痛みというのがなくなってくると思います。だいぶ押した時の痛みがなくなれば、本当にふくらはぎはつらなくなりますので、ぜひ試してみてください。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。